はいどうもピオキングです。今日はですね、一発マリオットトロールコースやっていきますか。で、コースを始める前に一つだけお知らせしたいことがあるんですよね。僕今までですね、動画内にトロールコースがある時って動画のタイトルの一番最初にカッコトロールってつけてたと思うんですよ。それを今後ですね、なくしていきたいと思います。というのも、だいたい僕さ、サムネって一発マリオじゃん。そしてそのサムネに合った動画のタイトルをつけてると思うんですよ。例えばね、目の前のコインを取るだけなのにめっちゃ鬼畜みたいなね、タイトルをつけてる時があると思うんですけど、その一番最初にさ、カッコトロールみたいなそのカッコトロールすげえ邪魔だなってずっと前から思ってたんだよね。なんで今後ね、動画のタイトルのカッコトロールは消していきたいと思います。でもまあ大体僕トロールコースやってるから、まあつけなくても大丈夫かなって思うんですけど、あとどうしてもトロールコースだけがいいっていう方はですね、再生リストからトロールコースを選んでくれたらいいかなと思います。それじゃあすいません、長引きました。早速このコースやっていきましょう。ワンワンですね。クリア率は 0.3 だワン。何言ってるんだろうえ、ワンワンを一体倒してからゴール。これはどうやってワンワン倒すんだろう。とりあえずピースイッチ踏んでみていい？いや相当意味わかんねえ。あの P でどうやってワンワンを倒すんだろうね。この P スイッチでワンワンを倒すとしたら、ここに置く？あ、違うね。じゃあこのワンワンが来たところに P を置いておかなくちゃいけないみたいな感じかな。それじゃあワンワンが戻ってくるときにこの P スイッチ置いておく違う。うわ、これじゃないのか。10秒しかないのがきついな。じゃあ P スイッチとワンワンがちょうどいいところに来たら倒せるみたいな。うわ、そういうわけでもないのか。ここで置くそんな簡単じゃねえよね。絶対そんな簡単じゃないと思うんですよ。あ、この釘さ、ヒップドロップしたらどうなるんだろう。じゃあここでヒップドロップしてみるね。待って待ってよ倒せなくなったじゃんじゃあ P スイッチを持ったまんまワンワンに体当たりしてみようか。行ってみるね。おりゃあダメだよねまあそれは分かってた、今のは分かってたんだけど、これはちょうどよくもう投げるぐらいしか分かんねえな。あ、いや分かったかもしれん。これ P スイッチでワンワンを押し潰すみたいな。なんでこの状態にしておいて、ここでヒップトラップ。うわ惜しい。これじゃないの、これっぽくない。なんかなんでもう一回やってってみるね。ここで P スイッチ置いて、ここでヒップトラップ。やって待て帰ってきたP スイッチ帰ってきちゃった。絶対これだよ、間違いない。ここでヒップトラップ。やったこれだね。やべ、ゴールしなきゃどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース。最近さ、スピードランのコースを 2,3 個やったと思うんですよ。その時にね、このコース見つけて、あ、20秒でさらにスピードランじゃんと思って遊んでったらね、全然違ったんだよねで、スピードランじゃなかったからこのコース一回やめたんだよね。ただ題名が20秒スピードランって書いてるでしょ。カッコトロールって、もうそのコース名自体がトロールなんかもしれないね。それじゃあ早速やっていきましょう。これ白い旗マーク立ってたけど、マジで初見だからね、まあ、最初のここら辺は見た、この画面は見たけど、こっからマジで分かんないんだよね。それじゃあ最初にこのハテナブロック叩いてみようか。どうなる。あ、キノコが取ります。出たよ、隠しブロックがじゃあここは左から取ればよかったんだね。で、キノコを取ってつららを抜けれますと、そういう感じか隠しブロックはマジずるいと思うんだよね。で、ここで魚じゃあここ魚にもうやられませんよ。一旦魚出しておこう。で、この魚を出しておきます。そしてこの右に逃げようか。うわ、 P スイッチどうする。 P スイッチは踏まなきゃ多分いけないと思うんだよな。 P スイッチ踏んでここに置っておく、それが正解。なんか出てくるこいつか。じゃあこのまま下に行ける？いけないね。じゃあこのまま上に行ってみよう。上に行って、うわ、どうするんだろうね。おいや、忍者はいいんだって、閉じ込められたよなんかどうしようもね。あ、分かった、ここ B スイッチが発動してる時のままチョロップを右に移動させる感じだね。実は魚発狂好きの皆さん、ここで僕が魚にやられて魚って発狂するのを待ってたでしょ。なんで今回も魚ってやらせ魚します。うっそやらせ魚しません。で、ここで上に行って
で忍者で成敗でござる。さあ成敗でござるよ。そしてこのまんま下に、あ、いけねえ、あ、下にいけないじゃん。え、あ、下にバネが出てきてんだ。成敗されたでござる。ここでフィーを踏んでここでジャンプしろってことか。そしたら一旦バブルが出てくるのを待つ。そしてあれ出てこんね。いや、そういうことだね。近づいたら出てくるって感じだね。ここは何もしないが正解っぽいな。何もしないで見るね。やっぱそうなるよね。うわ、ここどうしよう。ブラッパが邪魔するんじゃないの、このバーのところで。今日実は調子悪いんだよね。じゃあここはスネークブロックを動かして一旦左に逃げる。これが正解だね。そしてこのまま右に渡る。オッケー、それでキノコゲットできました。ゲットしていいかな。ゲットしていいですかね、これ。もうダメやんか。頼む、変わって、変わってよ。青、青は美しい。じゃあここはキノコ取ったらダメなんだね。なんで一旦キノコを右にやっておこう。それでどうなる、これキノコ取らされるんじゃないの。あ、大丈夫だね。ここで右に行ける感じか。これで青が変わるんだね。さあ来ました。あ、これでよかったんだ。これ正解だね。っていうかこれ左の方で見せておけよ。今正解したばっかで見せてもさ、何の意味ないじゃん。いや、ダメやんか、これ。つららあるやん、気づかんかったし。ここはキノコを右にやったらいけないってことでしょう。じゃあ一旦ここまでキノコをやっておく。そしてここでキノコを取って右に行く。いや、合ってる合ってる、ほらほら、合ってる合ってる合ってた。これで合って、いや、だから違うんだって、キノコがいるんだって。いや、大概もう分かったよ。ここでキノコを取るじゃん。そしてここで変わるんだよね、青が。で、青が変わってこのまましゃがみジャンプしたままこういけばいける。そういう感じだよ。やっといけました。ここは待って、なんか振っちゃったけど大丈夫かな。上には投げれないしな。じゃあ一旦ここでさ、亀のコーラ投げておこうか。投げておいて B を踏む。これでいいんじゃないの。で、ね、亀正解でしょ。ほら熱いよ。で、ここで亀が閉じ込められるでしょ。で、このまま下に行けると、いや、こっちでしょ。うわなんていいタイミングなんだ。どっち行く、このまま一旦右行けばいいの。こっちで合ってるよね、きっと。 B じゃないよね、大丈夫。ちょっと飛ばされた。いや違う、これ反転してるってこと。それじゃあこの土管入ったら何もしないで大丈夫。オッケー、このまんま右行って、あら、あ、こっちに行けるのか。それで中間ポイントゲットだね。ここは落ちていい。そしてゲット、よっしゃ無事クリアできました。いや、クリアしてないけど。じゃねえんだよ。あ、見て、ドッスンとボブ兵がいるよ。これ倒してらさ、左に行ったらなんかあるんじゃないの。ワンチャンあるよ。なんもずるしようとしたらダメだね。それじゃあここの土管はすぐ右に行かないけん感じだね。あれ、ピンクコインがあんの。うわ、ピンクコインコースとかは聞いてない。最近なんかピンクコインコース多くない。あ、金魚が降ってきました。ここでオンオフをして右に行く感じか。いっぱいなんか降ってきましたけど、ここは滑ればいいんじゃないかな。いけどっか入らされた。もう死に耐久じゃんか、こんなの。ちょっと見にくいな。そしてもうリスナーさんの皆さん、これ携帯を携帯を逆さまにしたら見やすいはずです。きっと僕も逆さになってしたらやりやすいのかな。そんな感じしない。僕もちょっと逆さになっていい。このままジャンプ、そしてここで一番下でジャンプ、そうで、こっかいジャンプ、うまい。でもここでジャンプ、これ難しいね。どこら辺でやればいいんだろう。一番下だろうね、きっと。多分一番、あ、なんかあるよこれ、ほら、こっち正解なんじゃないの。そんなズルはさせねえってか。うわー、救済措置来ねえから。救済措置来たら楽なんだけどな。これもう早送りしていいから。なんか救済措置が来た。救済措置が来ましたよ。でもあんな救済措置なんかに僕は負けてられないね。きっとこの死に耐久を絶対に攻略してみる。絶対負けねえよ。よし、大丈夫。あと一回渡れればいいんだ。こっからどの辺、この辺でこう、救済措置ギリギリでジャンプせってことかな。ちょっとジャンプしてみるね。
こう、あ、そういう感じか。これなかなかテクニシャンを要しますね。で、ここでオンオフをして左に行く感じか。きっとそうでしょ。魚降ってくる。絶対なんか降ってくる。大丈夫、早く行って。なんか降ってくる。そうだと思った。じゃあここはオンオフをして向こう側に行かなくていいんだ。この先を手取っておいて、ここで下に降りればいいんだね。いや、来ました。ちょっとピンクコインコースでも今までのとちょっと違うね。このバネ持っていこうか。きっといるよ。で、ここでバネは置いてダメ。このまま取ります。で、左に逃げる。で、ここでジャンプする。多分そういう感じでいいと思うんだよね。で、オンオフ変わるでしょ。で、右に行く。さて、ここはそのまま行きましょう。バネバネバネ、はい。あー、あれ通らないか。やべ、あれ通らないか。忘れてた。うわー、どうしよう。あら、しかも何なんだあいつは。一気アップじゃないやん。やべー、また入ってしまった。いや、でも絶対次は行ってみせるよ。うわ、また救済措置の野郎が来たよ。絶対負け。次こそ行ってみせますよ。こっからジャンプ。そう、ここまではいいんだよね。こっからなるべく一番左に行ってジャンプしたらいける。で、ここもなるべく一番左に行ってジャンプしたらいける。救済措置。お願いします。また来てしまった。もう3度目の正直だから、これで絶対最後にする。最後にするから見守ってて。絶対にこの死に耐久攻略してみせます。こっからなんだよな。こっから左にジャンプ。よし、次で最後。ここさえ攻略できればいける。おい、やったザマーデーゼ、おら。あれ、なんもならんやんか。パウの意味ないやんね。じゃあここは最後のバネのところにさ、あれがあったじゃん。あれがあるじゃん、これ。ピンクコインしか言えないんですけど。さあ、ここで一番右のキノコは取ったらダメっていうことが分かりました。で、ここでオンオフを変えて、なんか上にあるかな。なんもないね。ここで渡っていきます。よし、頼む、すぐ右に入ろう。なんか今左にいなかった。大丈夫かな。なんて変えてるんだろう。レベルなーネームアフター CP1。 うわ、全然意味わかんない。どういうこと。チェックポイント1。ちょっと待ってね、そこまで行ってみるわ。じゃあここのチェックポイントまで来たんだけど、こっからだよね。こっから鍵を取るな。鍵を取らんでここまで戻ってこいみたいな感じかな。ちょっとそれで行ってみる。でもこっち戻ってこれないと思うんだよな。だってもう床とかあってさ、戻ってこれない仕掛けになってるもんね。じゃあここまで戻ってきたんだけど、ここで鍵を取らないみたいな。オンオフするでしょ。で、左に。やっぱ戻れんもんね。うわ、相当意味わからん。どっからどうするんだろう。ここで左に戻るみたいな。こっちで左に戻ればなんか変わってるみたいな、そんな感じじゃないのかな。下に降りる。全然違う。ピンコインを1枚も取らんで進んでみようか。そしたらなんか変わってるかもしれないね。オンしてみます。なんも変わってない感じ。うわ、マジかよ。右上は、うわ、どうすればいいんだろうね。ここでオンしてみる。いや、わかんねえな。これマジでわかんない。今2時間ぐらいやってるんだけど、ここの謎がマジで全然解けないんだよね。で、今ちょっとねカンニングしたんだよね。そしたらこっから一番最後の鍵ドアがあるところまで20秒以内で行ったら次に進めるみたいなんだよね。いや、そういうからくりがあったみたいだね。20秒スピードランっていうのはすごすぎない？ここ、そんなの誰が思いつくんだっていう話ですけど。さあ、ここで20秒以内に、今のもう間に合うから。で、ここで鉄球が出てくるのは分かってるんだよね。で、ここでビヨーンして20秒以内、あと5秒でいけるか。3、2、1。あー、これもうダメっぽいな。これなかなか難しいよ。
ちょっと罠も変わるも、早く行ったらね、ちょっとだけ罠が変わっちゃうんだよね。なんで慎重に行こう。なんかこっからもね、なんか変わってるやんか、やっぱり。でもね、罠が変わるってことはどんどんゴールが近づいてるっていうことだと思うんですよね。なんであそこまで行けば、今ちょっと上手くなかった、これはもったいね。よし、それじゃあ次こそ行こう。今回は行くよ。いや待って、ミスった。今のところミスっていけるかな。でも大丈夫、まだ割っちゃうよ。さっきもこっからちょっと変わったもんね、罠が。なんでここで罠変われ。よし、でここで罠じゃねえ、バレどう、いてー、どうだ、やった、なんか変わってる、ほら来た。やべ、ちょっとむせてしまいましたけど、ここでゴールでしょ。やっほー、やったぜ。どうもありがとうございました。これマジで何分かかったかな、見ていいかな、3時間。これ3時間してる。まあ、最後のスピランのネタバレだけは見たんですけど、あそこマジむずいよ。これやりながら分かる人いたらすごいなって思うんですけど。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。